どうもこんにちは、なっちでございます。本日は12月の29日火曜日朝の4時。珍しく起きたわけじゃないんですよ、起きてるんですよ。よくないっすね。年末年始だからってこの夜更かしはよくないですよ。まあ普段の生活だったら0時回る前に寝ちゃって年越す瞬間睡眠っていうねパターンもありえるんですけどね。今年もあと残すとこ3日ということで、今年の火属性をね振り返っていきたいと思います。本当はもう全属性の強かったキャラクターをまとめようとしたんですが、まあ他の属性をね僕そんな使ってないってこともあってよくわからんかった。まあ人によって感覚も違うしね、これ持ってたからこれ強く感じたって人もいるだろうし、行く男女にもよりますしね。僕は僕らしく木属性を振り返っていきたいと思います。まずですね、今年の初めといえば遊戯王コラボが、去年から、今年の頭にかけてまたいでねコラボがあったわけですけど、遊戯王ってあんまね木属性強くなかったんですよね。まあこのカードはちょっと見たかな。威嚇できて追い打ち分作れて追い打ちも覚醒についてるっていう、この武器はなんか烈海の初めぐらいに結構見ましたねってぐらいで、まあ本人はそんな見なかったし、ランダンとかでは強かったのかな、キラーあるし。あとはまあこいつが星5以下とかでチャレダンとかでたまに頑張ったってぐらいですかね。遊戯王コラボからもう木属性はねあまり勢いがなかったという感じですね。その次としては竜慶士竜冠士イベントがあったんですが、ここでは木属性の追加なしと、ここも省かれまして、その後ネルとファスカが実装されて、ちょっとねファスカが木属性あるからたまに見ましたね、なんとかファスカっていうのをキパで。続いてがこの辺、ドットベルダンディ。こいつはねまあまあ強い、今でも全然弱くない性能なんだけど、まあドットだしね、ドットちょっとやっぱパーティー入れたくないなっていう謎の抵抗感生まれちゃいますよね。ヒーラー役としてはすごいね優秀なんですけど、まあスキブとバインド圧縮されたらワンチャンあるかなっていう感じです。であまりキパでは見ませんでしたが、多色パとしてなんか烈海でこいつ流行ったよね、ドットロノウェ。ドットロノウェってなんか早口っていうの難しいんだよな。毒目覚め耐性がなくても一応毒を消せますし、追い打ち分作れるし、なかなかねこいつは優秀でしたよ。続いてはこちら、超天聖スサノオさんですね。こいつはね強化されて今でこそこの性能になってますけど、実装当初はなんかあんま強くなかったんだよな。このリーダースキルもダメージ 20% 軽減らしいし、まあ今でも使うかって言われたらわかんない。ただまあマローみたいなねぶっ飛んだダメージが飛んでくるダンジョンが今後も来るんだとしたら、ワンチャンこのスキルは輝きそうですね。今年全体を見たらあんまり強くなかった。そしてこいつですよ、こいつはまあ強かったと言ってもいいんじゃないでしょうか。オデドラが転生しまして、これ追い打ちもついたんだよね多分ね。だよね、追い打ちもついて、確か超覚醒にもスキブがあってなかなかいい性能ではあったんですが、新ドラウプニルが新になったことによって回復を生成しちゃうんですよね。これがいらないっていう意見が確か多かった。まあ2020年前期から後期にかけて、まあ後期はいなかったけど中期かな、秋ぐらいまではこいつ普通にパーティー入ってましたよね。まあ一応まだバインド圧縮できる枠もありますし、しばらくないと思うけどまた今後に期待したいなっていう感じです。続いてはこちらです、ジライア。ジライアかな、ファスカと合わせて使ったの。目覚めもつきますし、まあでもね今となってはこいつ何だったのって感じだよね。グランディス以外あのフェスゲンたち何だったのって感じだよ。まあユーリはなんかラジエルかなんかで輝きましたけど、ジライアはもうねなんか遊び枠ですよね。ここぞって時に生かしにくいってのがあるかな。でこっちは攻撃力高いってのはあるんだけど、まあそれだけなんだよ、明確な使い道はないっていう。まあ早くお前ら武器化してくれって感じですね。続いてのイベントが神義流物語です。これ持ってないんだ、全然ダンジョンやってないじゃんこいつ。何やってんのナッチさん、ちゃんとやってくださいよ。レア度低いとこから紹介していきます。パヌマス、こいつなんか今ちょっと評価上がってるらしいですね。封印たくさんあるし、なんかこの半減がいいらしい。すごい短いターンで半減貼れるのと、まあエンハンスも一応できますので、まあ攻撃タイプ多いですからね。パヌマスは今でも弱かないらしいです。一応今回木属性を扱っていきますけど、目線としてはキパね、キパという目線ね。だからリータもそんなに僕の中では強くなかった。ただこいつはなんか烈海とかで普通に使われていたぐらい強くはあったよね、このゲーム全体と見れば。キパとしてはまあ使わなかったね。ただまあキパとしてはやっぱねアリナちゃんですよね。この子は今でも全然採用が検討されるっていうか、まあ採用されます。
ただこれイベントが復活しても覚醒を圧縮する枠がないし、どう強くなるのかなっていう感じだよね。今でも十分強いんですけどね、4ターンでキー生成できて、そこが強い。消せないドロップ対応すらも最強かな。ミッキー、うん、そうだね。ミッキーは確か村井さんたちとコラボした記憶があるんで、コロナが流行る前ぐらい、ギリギリぐらい。ミッキーで言うと最近ちょっとプルートがね、これじゃないか、こっちか。こいつのスキルを使うことによって、攻撃処理なく、超転生核土の倍率、追い打ち条件が出せるって意味で、若干最近株を上げております。むしろこいつがなんかね、木を作らないとか言うね。こいつじゃないか。こいつらか。そう、火、水、光、闇、回復しか作らないっていうね、貴属性はフレンズじゃねえよみたいな感じのね、もうこの辺からちょっと貴属性やばかったんだよね、今年はね。いや、この辺からじゃないな。序盤からやばかったな。そんな貴属性にフェス源が追加されました。メノアです。ただメノアは、まあ、多色なんだよね。で、スキルも別に木に影響はないから、アルジェメノアこそ流行りましたけど、木で挟んではいたけど、キパではなかったかなっていう感じです。で、新キャゴメノアに関しても、まあ、そんな使うことなかったね。ランダンとかではまあまあ強かったのかもしれませんけど、ゼラが使われないイコールこいつも使わないんだよ。つまりは。重すぎ。でね、こいつが多分ね、今年の貴属性を一番ね、大きく変えてしまったキャラクター。こいつだよ。しげしげ。こいつがね、そう、こいつの進化後のリーダースキルが、経験値 1.8 倍なんですよね。で、こいつはしかもサレーネと違って、木がたくさんあれば、割と倍率が出るんですよ。まあ大体リーダーチェンジで使うと思うんですけど、割と火力出せるからこそ、木の強いやつ出たら、こいつで普通に周回できちゃうっていう。軽減とか HP 補正こそありませんが、キパが強くなるイコールしげしげ使いやすくなるっていうね。それ対策で今年の、まあ、後半にかけて貴属性弱かったんじゃないのかってもう言われてましたね。別に運営さんが言ったわけではないんですけど、もうユーザーの中では、キパしげしげがいるからだよっていう。僕もそれで納得してしまったところがあったんで、こいつのせいだったかもしれんなっていう感じです。続いて実装された貴属性がセレス。カドマンさんの本についてきたセレスですね。まあこいつはね、この前強化されて多少マシにはなりましたが、高い。黒メダル5枚は高い。まあ、本体を使うことはそうないでしょう。武器はまあ、悪くはないです。最近列も強くなりましたし、悪魔キラーもね、ガチャ引かずにゲットできるのはいいんだけど、スキルが軽すぎ。で、なんか中途半端に弱い。なんとも言えないキャラクターでしたね。てかセレスさんは早超転生して。続いては転生オシリス。こいつが確かね、レンマだったかな？極連ではないですね。レンマがなんかこいつで周回できるみたいな、ありましたね。そういえば。ブリーチの日和と挟んで。なんかそんな感じのことがあった気もしますけど、まあ、特に話題にはなりませんでしたね。で、こいつも実装されましたが、もちろん話題にはならず。で、ブリーチコラボが次にあったんですが、確か織姫が強化受けて、普通のなんかガチ性能になってた。普通に採用してるぐらいには強かった。今見たらそう強くもないんだけどね、これ、覚醒ね。まあ、毒耐性は優秀ですけど。で、あとはやっぱり日和。こいつで僕はレンマかなんかを周回していた記憶がありますね。極連だったかな？どっちだったかな？覚えてないな。そして貴属性イベント、かっこ笑いの学園が来ました。この辺がだから4月ぐらいですね。学園というと、アテナが進化したんですよ。これは嬉しかったね、普通に。転生だよね。そう、転生進化しまして。こっちのアテナが特に強い。今でも全然火力出る。ウェイ4つに7コン2つありまして、まあスキルこそ微妙ですけど、まあよく言えば継承しやすい。はい。そしてドットヨグソトース。こいつはかなりドットの中でも優秀な部類でした。適当にこいつ複数積んで、あとベルダンディ詰めるだけでめっちゃ強かった記憶があります。で、なんといってもバレリアなんですが、現在もロミアとかに普通に負けてますから。ロミアでよくねっていう。そんな感じになっちゃってますから、ちょっと、4ヶ月後ぐらいですかね。ちょっと強化期待したいですね。バレリアのメガネは今でもたまに採用するかなってぐらいには優秀。スキブ稼げますし、耐性もつくしね。戦国の武器と相性がいいです。そしてフェスゲンヒロインが実施されまして、チャコルっていうキャラクターがね、実装されました。こいつはマジで強かった。いや、今でも強い。でも今思えばこれスキブね、圧縮できるしね。復刻に期待したいですね。うん。こっちも圧縮されてないし。まあ、消せないドロップ覚醒無効解除5ターンっていうのは気になりますが、威嚇だし、まあ、当時においては、スキブが非常に優秀だったと。
でこっちはキパで使ってこっちは多色とかでも使えるっていう、なんかそんなイメージがありましたね。まあ無交換だからってことかな。はい、続いてはアルジェが実装されました。アルジェはね、キパ的にはアルジェが実装されたってよりかはこちらグームが実装されたのがでかいですね。ただまあスキルがね溜まってもキパじゃないんだよねこれね。アルジェメノワが木染めで使えるようになったのも最近ですし、クルセイダーとか強くなってなかったら多分今でも絶望的なんで、貴族性のフェスゲンではあるがっていう感じの性能でございました。そして超転生アストロとか実装されまして、ちょっと強かったかな。あんまりね、なんかさ、この辺とかめっちゃ強かったイメージなんだけど、転生とかあんまりそれほどは使わなかったかなっていう感じです。まあリーダースキルが良くも悪くもね尖ってるんだよね。今では強化をもらって機械闇を消すだけで50万ダメージが飛ばせますので、なかなか悪くない。そして今でも絶賛開催中のガンホーコラボがありまして、文句が言いたい、わかりますよね皆さん。レギンライブ強かったですよね。なんなら今でも強い。つくよみ時代を作りましたね。烈海はつくのるっていうね、テンプレを生み出すぐらいには強いキャラクターだったんですが、同時期にね実装されたお前は何なんだと。こいつ今でこそ武器が若干強いですけど、なんなんっていうね、マジ。なんかやっぱ今年の前半はね、どうも貴族性弱いんですよね。振り返ってても改めて思います。ベルダンディに関してはまあって感じ。ベルダンディもな、こんなに封印必要ないしな。続いてはシャーマンキングコラボがありまして、ヨウくんが転生しましたが、まあそんな使わなかったね。スキル多かったけどスキル重すぎるしね、使わなかったね。どっちかっていうとこのゴーレムかな。この二人も特に使うことはなかったんですが、そんなにゴーレムがねやっぱ強かった。ドロキョウスキブキラーをつけつつダメージ吸収無効できるってことで、セリカとかによくつけて使いましたね。今は使いません。今では使いません。そしてデビルメイクライコラボですよ。まあこれもね、当初はね、このコラボが実装された当初はあんまり注目されていなかったネロさん、後にデグっていうキャラクターが実装されて輝きますけど、コラボ実装当初はそんな強くなかったね。ただ今でも全然採用があるぐらいには応用性の高いキャラクターです。ただこいつ武器がそんな強くねえんだよな。うん、スキルは悪くないんですよ。99段木の目覚めなんでキパには全然悪くないんですけど、なんかバージル武器を比べちゃうとやっぱね、ちょっとなんか悲しい気持ちになりますよね。ドットバルキリーも実装されましたが、今んとこ使ったことはないです。続いては戦国神に転生と武器が追加されました。政宗を使ったことはほぼないんですけど、武器は優秀だよね。毒スキブってね、他にいないんですよ。ここお邪魔でしょ。水闇がお邪魔で火光が暗闇なんで、ここはちょっと優遇されていた。しかも自傷こそしますが、8ターンで2コンボ加算、そして貴族性2倍っていう、溜まっても全然悪くない性能。ただまあ幹触れが強すぎてさ、あんまりこれ使うことないんだよな、毒耐性はな。続いては留学士が実装されまして、アズハっていうキャラクターが追加されましたが、かかった金額に対して全然使わなかった。嫌な思い出が蘇りますね。なんかまあそんなにだったよな。そしてまだ皆さん記憶も濃いでしょう、ゼレンバスとかいうわけのわからん降臨が実装されまして、こいつもまあね、性能的には悪くなかったんですよ。降臨にしては強いなっていう。この辺からなんかね、降臨普通に強くなってきたんですけど、武器も強いしね。ダンジョンがキモかったね。非常にキモかった。今でもだって結構持ってたわ。今でも絶対1体しか持ってないと思ったけど、武器も意外と作っていた。初見じゃ絶対勝てねえだろっていうダンジョンでした。でまたまた戦国神が転生しました。お市ですね。お市使わなかったな。稲姫は今修羅で頑張ってるし、まあ、この辺はねスキブ役として頑張れますし、お市はなんか烈海とかには刺さりそうな性能してるんですけどね、意外と今使ってみたら強いのかもしんない。まあ、セリカがね神キラーできちゃうっていうのもあるんでしょうけど。そしていよいよここから貴族性が少しね、一歩ですよ、踏み出すわけですね。一歩ですから。他の属性はもう23歩ぐらい行ってましたから、この時はね、すでにデクが実装されて、デクネロでようやくね戦えるポジションまで上がってきました。シュラが普通に勝てるようになったのもこの辺からですね。遅かったんだよな貴族性で、他はまあ使わなかったね。なんならキパにこいつが採用されるってぐらいには、そう、こういうパターン多いんですよ。ラクシュミとかさ、エイルとかさ、木じゃないやつが強いみたいなありましたね。まあオーバーホールが木だったのはちょっと優遇されてましたけど、
なんか周回配信をしたイメージがこいつは強い。続いてペルソナコラボです。ペルソナはね、まあ星5以下だよね星5以下のチャレダンでまあまあ活躍してくれたってぐらいかな。リアリティ一番高いところにね、貴族生いないんですよね、唯一。悲しい。そして滞在流イベントですよ。ここも文句が言いたい、マジ。フェラゴン、正式名称フェゴラン。で、アムリネア、お前ら両方多色なんだよ。何これ。なんかね、アルジェといい、メノアといい、多色を押していたの、やっぱね、シゲシゲを警戒していた説があるんだよね、運営さんが。火も作らんといかんけど、多色ならシゲシゲ使えんだろうっていう。多色に寄ってたんだよね、ひたすら。今年は。まあ、この子はもう言うまでもないですね。スキルをご覧ください。キパでは使えません。ただ、こいつはそうでもなかったかな。六色人ではありますけど、キパとして普通に採用することが全然ありました。まあ、スキルチャージは腐っちゃうことが多いですが、デスナイドロップも全回復ってのは素晴らしかった。あとはなんかこの風神の鍵が強いよねって言われてましたけど、結局使いませんでしたね。存在忘れがちなんだよね、こいつ。そして夏休みイベントでソニアが進化しましたが、あまり使わず。てか、ほぼ使わなかった。そして、モンハンコラボで魔装チャオチャオが実装されましたが、こちらもそんな使わず。多分2回ぐらいしか使ってない。むしろこっちですね。山つかみにやっと存在価値が、この武器によって出ました。4単位脚で耐性詰めるってのはね、非常に修羅においてね、強かったね。ただまあ、お邪魔耐性が3つなのが、坂道くんの武器と被りがちでちょっともったいないかなっていう。これが暗闇とかだったら最高だった。目覚めが4ターンつくんで、そこも美味しいポイントです。そして KOF コラボですが、こいつ強かったよな、地味に。一回使ったんだけど、なんか強かった。ドロイドラゴンで確か使ったんだけど、強かった。強かったけど、体力タイプ限定なんで、めちゃくちゃパーティー狭いんですよね。なんで、あんまりこう、乱用はしなかったっていうか、今でこそね、体力増えてきてますけど。まあ、こいつから始まったとこありますね。体力タイプ、貴族性の。そして風神がね、極性したわけですよ。実装当初は結構見たけど、最近はね、あんま見ないね。2ターン吸収無効になったのが偉いんだけど、最近なんか属性吸収無効のが使いがちだし、覚醒もな、キラー持っちゃってんのかな。これが雷神みたいに、逆にウェイとかだったらよかったかも。これがね、刺さらん的にはね、あんま強くないんですよね。ってことで、なんか他に場所を奪われがちな風神さんでした。で、多くの人が持ってるであろうこちら3連ガチャドラも実装されまして、なんとスキルだけで見たら、サレーネの色違いっていう。そこだけは強い。ただ最近花火周回しないんでね、あんまり使ってないですね。一回使ってみたいな、こいつ。で、ここでまたガンホーコラボが復刻してまして、デフォルメが追加されました。リーダーチェンジと15段目覚めが強い視野と、メルクリウスは使ってないな、結局。スクルドもね。一番だって強いの多分こいつだもん。ヘレネーが一番強そうってどういうことやねんっていうね。だいぶ現代になってきました。鬼滅コラボが実装されて、イノスケってよりかはこの武器の存在がでかいですね。てかもうこれはもうキパーじゃないよな。キは一応その属性ボーナスはもらえるけど、このゲーム全てにおいてありがたい存在だよね、この武器はね。とりあえずつけとけっていう感じの武器です。イノスケ本人も全然弱くはありませんが、最近はあのポロネが出てしまったんで、そんなに使わない。そしてチャンピオンコラボ復刻で坂道くんが転生しましたが、これも使ってないなぁ。そう、マキちゃんも強い強い言われてはいたんですが、体力タイプ限定だったり、武器もなんか尖っとったり、指をつってすごいよね。なんならこの交換枠にあったママチャリが意外と体勢に刺さったりしながら、ドロキを持ち込めるんで、これが意外と強かったりはします。お待たせしましたって感じですね。こっから始まったよな、やっと貴族生。最近めっちゃ波乗ってるけど、こいつがいなかったら何も始まってなかった感はあります。お手軽カンスト兄さん。よほどのことがない限りは、こいつをサブに2枚とか編成すれば、大抵は吹っ飛ばせる。まあ、メノアとかそれでも足りん時あるけどね。そのまま波に乗って空間が実装されまして、こいつも体力タイプですね。こいつは何と言ってもやっぱスキルが優秀。世間一般的には火を持ってるからセイナとかね、炭治郎に使われがちですが、キパとしても全然優秀だし、武器も強い。武器が強い。ただ、ナコジャが弱い。ナコジャが全然強くない。この辺もうちょっと強くしてもよかったんじゃないのって思いますけどね。そして、ジュロンド降臨が実装されまして、こいつもね、降臨キャラとは思えないぐらいのスペックを誇りました。まあ、ダンジョンが難しいってのもあったんですけど。見返りは大きかったね。
また体力タイプです。もう本当に記憶も新しくなってきましたね。仮面ライダーコラボでオーズが実装されました。ただ貴族性としてはこれと武器だけなんで、あとサイクロン号もありますけど、キパで見たらそんなにオーズは使うことありませんけど、一応三色人なんでね、使えなくはないっていう感じです。そしてクリスマスですが、やっぱりロミアの強化がでかかったかなっていうイメージがあったり、あとはポロネですよ。いつの間にか貴族性イベントに変わってんだよねこれ。スカーレット、オシリス、ポロネっていうね、まさかの3キャラ実装。ちゃんと体力タイプですよ。こちらも体力タイプ。オシリスは違いますね。で、現在実施中のガンホーコラボということで、何回やんのガンコラ。4ヶ月に1回ぐらいやっとるやん。まあ、今回追加されたのはこちら、シエルですが、まあ、新覚醒がついてるぐらいで、そんなに環境を変えることはなさそうですね。はい、体力タイプ。そしてラスト、アルテミス。これが今年のラストです。これが今年最後に実装された貴族性。なんかいいですよね。アルテミスはとりあえずもうナデコを待ちましょうっていう感じですわ。今のところは。ただこの覚醒なんで、スキブ枠としてね、今後普通にサブに編成もできますし、属性吸収無効で覚醒無効解除もあるんで、仕事も腐んないしね。サブとしての活躍も見込めそうなのが個人的には嬉しいです。はい、ってことで、もう動画で言うと45分も喋っちゃった。多分カットにカットを重ねたら20分ぐらいに収まるかと思いますけど、貴族性だけでもこんだけかかりましたね。ってことで、一言で言うならば、絶望からの復活。絶望から始まった年ではありますが、最近はなんとかね持ち直しております。このまんま勢いをね落とすことなく、またね貴族性は不遇だって言われることなくね、そんなダントツで強くなくていいんで、他の属性と並走していただければなと思います。ということで以上、今年の貴族性を振り返る動画でございました。バイバイ。